はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、先日マスオ父になりますっていうね動画をアップさせていただきました。今このね動画撮影時点ではそれまだ公開されてないんで、ちょっとねコメントとかねどうなのかなってね、不安とかね心配とかもいろいろあるんですけど、おそらく皆さんねおめでとうって書いてくださったんじゃないかなと思ってるんで、先に述べておきます。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。でですね、まあ、そこから今ね1週間から2週間ぐらい経ちまして、妻のねうーちゃんは退院してきました。ですが子供の方がですね 2300g を超えて生まれてきたんですけど、そこからねちょっとまたねグラム数下がっちゃって 2300 未満 の体重になっちゃったんですよ。で、まあ、妻のうーちゃんと一緒に退院できないっていうことで、まあ、僕ねその、まあ、生まれてからまだね会えてないんですよね。で今日ようやくその子供がね退院できるってことで初めて会えるんですよね、多分ちっちゃいんだろうなとかさ、もうなんかなんて表現していいか分かんないんですけど、ものすごく今楽しみです。で今日はまあ病院にね迎えに行って、このねマスオ家に我が子をね迎え入れたいと思います。でそのためにちょっとしたね、まあ、赤ちゃんグッズとか今までね、まあね、いろいろ用意してたんですけど、そういうものをこう並べたりとか、また可愛いでしょ、こういう風船とか用意してみましたね。いつかこの動画をねその子供が見たらね、あこんな風にね迎え入れてたんだってね思ってくれたらいいなと思って、うん、ちょっと用意してみたんです。病院行ってきます。緊張する。ダメですよ。会えたね。ちっちゃー。待って、抱っこする？うん、はい、待って、はい、初めての、はい、抱っこ初めての、ちょっと待ってね、待ってね、ちっちゃいね。爆死？うん、今反応した。チョコ大丈夫大丈夫だから大丈夫だから、チョコ。震えてる。多分これもね1回しか見れないじゃん、慣れてくるもんね。ね、初めてさロボット掃除機来た時みたいだねチョコがね反応して。でもこれもさ1日とかさちょっと経ったら慣れてくるんだよね多分ね。うん、うん、いやチョコちょっと慣れてね、心配なんだよね多分ね。交換できた？ゆるゆるだけど、ミルクとかじゃないよね。ミルク飲もうね。はい、飲んだ。めっちゃ飲んでる。
可愛い。あんだけ泣いてたのに。ミルクあげた途端、一気にこうね、元気になった。お腹空いてたの。いっぱい飲んで早く大きくなってね。やっぱ初めてさ、あんなにさ泣いてたからさ、おむつかなって見たりさ、ミルクかなって思ったり、そのさ、分かっちゃいたけど焦るね。メガ、何泣きながら飲んでるの。待って、こぼしてる。嘘。そう。あ、違う。ゲップ、ゲップさせよう。おお、いいゲップしたね。お酒一杯飲んだみたいなゲップしたよ、今。ね。プワッつって。OK、もう出したから大丈夫。どんどんおじいちゃんになるんだよな。おじいちゃんじゃん。はいはいはい。はい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 。新米パパ、悪戦苦闘。本当に、はい。もう飲まないってこと？ほら。もういいの。急に泣きやんだ。もう飲みません。でも結構飲んだよね。飲んだね。何？飲み終わったらこんなにおとなしくなるの？一気に。すごい分かりやすいね。一気に静か。かわいいね。チョコもかわいいなって思って見てくれてるんだよね。ん？多分またね、ミルクの時間になったんですけど、こうやって泣いてるとマロが守ってくれるのよ。すごいよね。ね。もう一瞬でこうさ、守ってくれる。マロ頼もしい。やばい、ミルクあげようか。あ、泣いちゃう。泣いちゃうの。どうしたの？眠たくなっちゃったの？うん、どうしたの？泣いたら止めるよ。口開けたわ。これは手拭きだね。これはまあ。あら、あーんして。口開けて泣いてくれ。あーって。うるさいって言ってながら、かわいい手が、手がやっぱこうなるんだね。手がいつもこんな感じ。お腹の中にいた時いつもこうだったのか。笑顔になった。あ、笑った。笑ったの？今。指こんなちっちゃいんだよ。あ、ギュッとしてる。ギュッとしてる。すごい、しかも長い時間握ってくれてるの。離さないぞって。すごい。気持ちいい。指。